第4師団は、第2本帝国陸軍の師団の一つ。兵団も自負は4度。軍隊符号は 4D。第4師団の前身は、大阪陳代。創設時の不評連隊は、第8、第9、第10及び第20連隊からなる。創設間もない陳代時代から、佐賀の乱、萩の乱、西南の役に従事。霊下連隊は、江戸や地方と違って、 氏族や農民が少なく商人の割合が高い大阪連帯だったが西南の役では次元流で切り込んでくる薩摩武士相手に多大な損害を出すも奮戦し明治天皇時期時期にその勇敢優先さを称されている日清戦争時には両党半島に上陸同地の警備に当たる日露戦争時には小川又寺を師団長として南山の戦い両陽海戦 佐賀海戦、法天海戦に参加した。1937年2月、師団は満州に駐屯し、まもなく六甲橋事件が勃発。島事編では北市や満毛を転戦していたが、1940年7月に中市に派遣され、関水作戦、読南作戦、江北作戦等に参加。1941年9月には第一次調査作戦に従事。 この後、師団は大本営直轄となり、来るべき南方作戦に備えて、部隊の集結と再編成を行った。1941年12月8日勃発の太平洋戦争初戦では、フィリピン攻略作戦に参加し、第二次バターン半島攻略作戦に従事。第四師団は、コレヒドール島上陸に成功し同攻略戦の勝利に大きく寄与した。 その後内地機関士福員。1943年9月、再度動員され、スマトラと警備やビルマ方面を担当する第15軍の霊下に入り、タイに移動。同国のランパンにおいて終戦を迎えた。エントランスオナイド市の大阪城天守と旧司令部長者鉄道商家の東海道第一州57番の劇中にて三府の一にくらいして、 商業繁華の大阪市豊大公の築きたる城に、師団は置かれたりと謳われた第四師団司令部は、大阪城本丸に置かれていた。前身の大阪鎮大本営も本丸に置かれ、1885年より、本丸に移築された、和歌山城二の丸御殿の一部に入り、第四師団創設以降も、司令部は、奇襲御殿に入っていた。1918年7月1日、 兵器部が大阪陸軍兵器師内仮事務所を閉鎖し、司令部内に移転し事務を開始。1931年に大阪城天守の再建と同時進行で本丸南東閣に新庁舎が建設され移転した。これは昭和五大天記念事業として大阪市が本丸の講演化及び天守再建を計画したことによる。同年11月6日に 大手前公園と本丸を合わせ大阪城公園が開園。司令部庁舎の建設には市民からの募金のうち80万円が充てられた。設計は第四師団経理部によるもので欧州の古城を模した重厚なロマネスク様式である。奇襲御殿は大阪市に移管され、1932年の陸軍特別大演習の際に昭和天皇の行行があり、 翌年に天輪閣と解消された。1935年に大阪に中部防衛司令部が設置されることになり、第4師団がその編成を担当することになった。師団司令部庁舎の一部を模様替えして部屋を用意し、8月4日に中部防衛司令部が業務を開始した。1940年に中部防衛司令部が中部軍に拡大改組すると、 第四師団司令部は二の丸南極林に移転することになった。大阪城の東側には当時東洋最大と謳われた大阪陸軍造兵賞もあり、大戦末期の1945年8月14日にアメリカ陸軍航空軍から集中的な爆撃を受けた。交渉の大半は壊滅し、城郭無石垣の一部が崩落する等の被害が出たが、 司令部庁舎は頑丈な作りであったため大きな被害を受けることなく対戦を生き抜き、天守と共に大阪城本丸の二大建造物かつ貴重な戦争遺跡として残っている。なお司令部庁舎は最終的には1945年2月1日に旧中部軍を改編し編成された第15方面軍司令部となり敗戦を迎えている。敗戦後は 占領軍に接収され、1947年に占領軍の失火により天輪閣が消失したが、司令部庁舎は1948年から1958年まで大阪市警視庁、1960年から2001年まで大阪市立博物館として使用された。その後長らく使用されていなかったが、2017年にレストラン等が入居する。 未来座大阪城に改修され、同年10月19日にオープンした。ありがとうございます。